ザンジバルのスルターンの一覧は、オマーンとザンジバルの君主であるサイード・サイードが没した、後、ザンジバルをスルターンとして統治した人物の一覧である。ザンジバルのスルターンの一族は、オマーンのブー・サイード朝の分家にあたる。1698年にザンジバルは、オマーンのスルターンの支配下に入り、オマーンの海外領土の一部となった。 1832年もしくは1840年に、サイード・サイードは首都、マスカットからストーンタウンに移した。サイードは、アラブの支配者層によるザンジバル支配を確立し、島の奴隷労働力を利用して、クローブのプランテーションの開発を推進した。やがて、ザンジバルの小取引は、サイードがザンジバルに招致したインド出身の商人に、 依存する傾向が強くなっていく。1856年に、サイイードが没した後、彼の息子であるマージド・ビン・サイイードとスワイニー、ビン・サイイードが後継者の地位をめぐって争い、その結果ザンジバルとオマーンは別々の君主によって分割される。マージドはザンジバルの最初のセルターンとなり、一方でスワイニーはオマーンの支配者の地位を継承した。十四年にわたる知性の間、 マージドは東アフリカにおける奴隷貿易を強化した。マージドの後継者であるバルガッシュ・ビンサイードは奴隷貿易を廃止し、主に国内のインフラストラクチャーの整備に力を入れた。三人目のスルターンであるハリーファ・ビンサイードの下でザンジバルの奴隷制の廃止に向けた状況はより進んでいく。年までザンジバルのスルタンは 残事として知られる東アフリカの沿岸部の大部分を支配し、交易路は内陸部部角に入り込み、今後が流域の近隣に達していた。同年にイギリスとドイツは密かに会談を行い、ザンジバルの分割を協議した。それから数年経過した後、アフリカ大陸本土のザンジバル領のほとんどがヨーロッパの列強諸国によって奪われる。1890年に、 アリー・ビン・サイードの下で締結されたヘルゴランド・ザンジバル条約によってザンジバルはイギリスの保護国とされる。ハマド・ビンス・ワイニーの死後にハーリドがスルターンの地位を継承した後、1896年8月にザンジバルとイギリスの間でわずか38分の史上最短の戦争として知られるイギリス・ザンジバル戦争が勃発する。イギリスは より御しやすい人物であるハムード・ビン・ムハンマドが、スルタンの地位につくことを望んでおり、ハーリドにストーンタウンの王宮を明け渡す猶予を与えた。ハーリドは降伏勧告に応じず、代わりにイギリスと戦うために2800人の兵士を招集した。イギリスは王宮や市内の各地に攻撃を開始し、攻撃を受けたハーリドは逃亡し、後に亡命する。戦後、 ハムードがスルターンに擁立された。1963年12月にザンジバルはイギリスから独立を認められ、スルターンを原種とする立憲君主制の国家として自立する。スルターン・ジャムシット・ビン・アブドゥッターは独立の数ヶ月後に起きたザンジバル革命によって廃位された。ジャムシットは国外に亡命し、立憲君主制のザンジバル王国に代わって、 ザンジバル人民共和国が成立する。1964年4月にザンジバル人民共和国はタンガニーカと合併してタンガニーカザンジバル連合共和国となり、半年後にタンガニーカザンジバル連合共和国はタンザニア連合共和国に解消した。ありがとうございます。